ベニトンボはトンボ科に属するトンボの一種。南方系の種で台湾以南の中国中南部や東南アジアなどに分布している。日本では1954年に鹿児島県で初めて発見されたが、1980年以降は沖縄本島や鹿児島県以外の九州各地でも記録されるようになった。また、2000年代以降は、 高知県や徳島県など四国の各地からも記録され、日本における生息域が北上していることが明らかとなった。この分布域の北上については、地球温暖化などが原因として考えられている。故障や出地などで見られる中型。体長は約4センチメートル。胸部には黒い縞模様があり、尾の先は黒くなる。羽の基部は茶褐色に色づく。オスの成虫は、 体色が赤紫色になるが、メスの体色はオレンジ色となる。スブロマニアン、KA&DAW、RA、トリートイミスオーロラ、IUCN レッドリストオブセレクトンドスピーシーズ、バージョン3.1、インターナショナルユニオンフォーコンサーベーションオブネーチャー、2013年2月22日、閲覧。ABC 豊崎勲、山田亮隆、大原健次。 徳島県におけるベニトンボの調査記録徳島県立博物館研究報告19ピアニッシモ39から44朝日新聞トンボ熱帯亜熱帯の珍しい種族族地球温暖化の影響か県内と徳島高知県読売新聞温暖化の影響か県内にベニトンボと南アジアなどに生息イコール徳島読売新聞5月にベニトンボ 確認四万都とし、中筋川沿いや熱帯性イコール高知、ハット AB 朝日新聞、ベニトンボのメス。四国で、初めて最終電の川小6年の武田君四万都市、とし、高知県。ありがとうございます。